腹筋ズインプレー。はい、なんかネット越しです。今日はこのラケットとかではなくて、この今ネット、このボレー、ミラクルテニスのボレーネット、これをやってみたいと思います。思ったよりもボールがこう上に跳ねて面白いかもこれ。結構忙しいね。忙しいね、結構。弾道ちょっと上がるね、当たった後に。ちょっと弾道が上がるんで、意外とこう、ボロッと落ちないから、こう手元にこう飛んでくるときは、つけ飛んでくる感じかな。はい。バックボール苦手な人は右側に立って、ずっとすらバックボール。ずっとで。はい。球が当たって戻ってくるのが早い。そうだね。早いんで、あの気持ちちょっとこう離れてゆったりこう最初はやってあげて、そこからちょっとこう強くパンと当ててボレーすると、球がそのままパンと結構早く返ってくるので、まあ、反応が良くなるかもね。反応はかなり良くなりますね、うん、反応の練習になりますし、勇気のある方は詰めていくのもなかなかいいのではないかと。詰めるな、難しいよこれ。詰めれば詰めるほど早くなるみたいな、うん、なんでまあかなりこうボレーとしてはこう当たった後にしっかりこう上に向かって跳ね返ってくれるんで、うん、あの打ちやすいですよね。まっすぐ返ってこないからね、はい、ちょっと余裕がある、余裕がある感じけど、まあまあ早いよねテンポね。結構早い。しっかり構えてボールの位置に入ってっていうのを距離取ってやってあげると、多分かなりフットワーク、打点に入る練習にもなるんで、うん、それはかなりいいと思いますね。ね、いやちょっと普通のミラクルテニスも楽しいけど、こっちも楽しい、ね、これはこれでまたちょっと違う楽しさがありますよ、うん、あのぜひあのボレー苦手な方はこれに、あれですか、これにあれがそうなる感じですか。そうだね。次回それ行こう。行ってみますか。はい、はい、以上です。危ない危ない危ない。私は結構上向けて、私はラケット上向けて、こうやってラケット出しとけばいいの、こうやって。で、ボールの下をこうやって拾うように打てばいいの。あ、そう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 。あ、そうそう。難しいよ。なんかボレーが打てないのがもうバレちゃう、バレちゃうよ、ボレー打てないのが。強いんだよ、もうちょっと優しく、もうちょっと軽く軽く、もっともっと